はい、どうもこんにちは、ワッフル JK3OTH です。さあですね、今日は 13m の釣り竿を届きました。こちら 13m、 はい、 13m と、こんにちは、いつもの 7.2m と、ちょっとねこれやってみますんでね、どうかよろしくお願いします。はい、竿伸ばしましたよ。右が 7.2、引いたおうかな。左が13ですけどね、13の先っぽ2本抜いてるんでね、さほどさないっすね。でもないか、はい、こんな感じです。ちょっと長いのか、下がりましたね。はい、斜めが下がりました。はい、めちゃめちゃ受かってますね。これ今7m ね。ちょっと13m に変えてみます。うん、どうですかね、変わらず受かってるような気がしますね。ちょっと SWR 見てみますね。あ、ちょっと高いな、こっちの方が。じゃあこのまま13m で21見てみます。 13m の21、 13m の21、はい、非常に下がってますね。ちょっとノイズがな。はい、ベタ下がりです。13m の7チェックします。はい、もうベタ落ちですね。ベタ落ちです。まだ性能差は分かりませんが、普通に動いてます。13になって変わったのかな、どうかな。はい、今京都南430ね、ワッチしてますよ。京都南430ワッチ中です。近いのか、こうか。京都南430ワッチ中です。じゃあちょっとね、今日のメインテーマ、13m で21メガ海外 DX やってみましょう。これ全体にわたってノイズなの？ノイズだらけですね。18と見てみましょうか。18、超ノイズですね。やっぱ7か。斜めがよく見えてますね。2かダメだね。撤収しましょう。はい、今日もうちょっと早いんですけどね、コンディション良くないんでやめておきます。ダブダブ R アンテナね、今日はツインテール、ツインテールですね。左が 13m、 右が 7.2m ですね。左はね2本抜いてるんでね、ちょっとね 2m ぐらい長さ減ってるのかな、 10m ぐらい、 11m ぐらいかな、はい、になってます。
はいはい、よいしょ。はい、どうもお疲れ様でしたね。今日なぜか 4K で撮ってますけどね。今日はね、コンディション不調ということでね、何も聞こえませんでした。斜め側ね、いっぱい聞こえてましたけどね。感想としてはね、13メートルは十分、勝負できるなと。ちょっとね、抜いてた2段もね、入れてみますわ。はい。今日もね、カウンターポイズ、こんな感じでね、ぶどうさんに伸ばしてます。はい、伸ばしてます。で、あとは、まあ、AH705。これね、すごいですね。IC705 とは、今日のバッテリーね、元気に 10W、10W 耐えてましたね。はい、ありがとうございました。で、今日連絡波としてね、ディスター持ってきたんでね、今後はディスターでね、周波数なんぼなんぼ出てようとかね、いうのもありかなと思っております。まあ、今日の動画はね、短いんで、まあ、もし、よかったらね、高評価、チャンネル登録お願いします。あとはね、備考欄、概要欄にいろいろ書いておきますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ、この辺で終わっておきましょうか。それではね、楽しい無線ライフを JK3OTH でした。バイバイ。